小池百合子動画収益剥奪の件に関してのニコニコ運営さんからの最終回答が来ました。例によってメールのコピーはダメだということなので文言を少々変更しますが、回答内容は次の通りです。お問い合わせいただきました作品収入の付与見送りについてご案内します。今回ご連絡いただきました内容も含めて確認させていただきました結果、やはり明確に権利処理されているとの判断を行うことができません。よって大変恐縮ではございますが、引き続き見送りの判断とさせていただきます。なお詳細な対応基準についてはお答えいたしませんのでご了承ください。以上です。使用したすべての画像の権利関係を千数百文字を使って説明し、さらに内閣府の肖像権関係のガイドラインを示して、著作権としても肖像権としても何の問題もないと説明したのに、これですよ。どうして判断を行うことができないのでしょうか。これはもう判断をするなという命令があるんでしょうかね。それにしても判断を行うことができないというのは運営の能力かシステムの問題なんですから、こっちにそのツケが来るのは間違いですよね。私のあの動画をご自身のポイントを使って応援してくださったニコニコ視聴者の皆さん、このような結果になってしまい本当に申し訳ありません。黒森美奈代でした。